はい、こんにちは。じゃあ今回ちょっとハードディスクについて少し動画をアップしようと思います。まあこれマザーボードつってますけど、ハードディスク、まあ記憶用、記憶媒体ですよね。そういう古い形、これ IED 系だと思いますけどね、こういう古い形状のもの、これはフラットケーブルというもので、ここから電源、電源ですね、電源はこっちか、電源はここから取っていただくんですけど、こんな、ここに電源がありますね。電源からはこんな感じで、これはマザーボードに行きます。今度こういう感じでマザーボードの方にね。で、あとまあ、昔はこういう電源だったんですね。ちょっとこんな感じで差し込む感じで、こう、ちょっとこう切り口というかね、カーブがかかっているのと、かかってないフラット系でこの差し込んで、で、こういう、こういうフラットケーブルが入るところに入れていただいて、これもまあこう切り口があって向きがあるんですね。こう出っ張りがあったりしてでこういうふうに入ります。ここからこちらへマザーボードポートです。こちらにも向きがありますね。出っ張りがありまして、で今は大体電源を取るのはこちらというか、これはデータの方かな。ここからこうですね。これも切り口がありまして、こんな感じで入っていって、そうですね、こういう向きですね。こういう向きで入っていただいて、シリアル ATA っていう形、今はまあこういう切り口になってますね。電源とデータというふうになって、こういうふうに、こちらもちょっとちっちゃい L 字型になってまして、こんな感じでお差し込むと。まあ、今日マザーボードの説明の話じゃないので、今日はこの、こちらのハードディスクですね。まあこれは一応中付け用、まあ中につける感じなんですね。パソコンの PC の中に入ってて、ディスクトップ型ですね。ノート型はこれの4分の1ぐらいで薄くなってて、ちっちゃいタイプがノート型です。でまあごくまれにノートよりもっとちっちゃくて、こういうまあ昔 iPad とか入ってたと思うんですよね。例えばソニーのクレオとか、まあそういうちょっと端末ですね。そういうのにはこういう小さいハードディスクも使われてましたね。そしてあと、そしたらですね、こういうたくさんあるんですけど、これハードディスク。最近まあある時期からもう、中古の修理なんかの時ではこうハードディスクを、中古を使うのをやめました。というのはですね、このハードディスクっていうのがやっぱし原因になって直してもすぐ壊れるとか、いろいろこうトラブルがあるので、ハードディスクっていうものは、まあ、CPU その他メモリーそんなに影響ないと思うんですけど、このハードディスクはやっぱり消耗品ですね。やっぱり壊れますね。ということで、ついこのハードディスクを一時もうちょっとこう敬遠しててやめた時期があります。まあで、まあ、昨日もちょっとそういうことでハードディスクを新しく買ったんですけど、そこでまあ値段がかなりわらつきがあるっていうことに気がついたのと、まあハードディスクってどんな寿命はどうなんだろうっていうことをね、少し不満、まあ、不審というか、まあ長いことやってますけどね、確か5年6年、10年近く使っててもどうもないパソコンもあるんですよね。で、1年持たないうちにやっぱし悪くなる場合もあるんですけど、一体どんな原因でしょうということで少し考えてみたんですね。まあ、昨日買ってきたのはこの1テラと、今500っていう、まあテラも、10年前にはテラなんて存在しなかったんですけど、最近はもう1テラ、2テラ、この2テラあたりがもう基本的にはパソコンには入ってますね。で、あと、500のギガですかね。500ギガなんていうともう本当に最近は最小単位になってしまいましたね。で例えばですね、これが東芝さんです、まあ なぜかしら大体、5社ちょっと、まあ、回ってみたんですけど、500扱ってるところも扱ってないところもあったんですけど、まあ
一番最初の単位が500なんですよ。でなぜかしら東芝さんが一番安い、まあ特にどこどこが問題があるとかいう話もちらっとネット上ではあるんですけど、まあ基本的にはまあそんなにね、メーカーによって差はないだろうということで、まあ、購入しました。で、まあ、例えばですね、500の場合ですと、値段的にはどうなんでしょうってことなんですよね。そうですね。ちょっと開封した感じが。こちら。ハードディスクシリアル ATA っていうですね。でこちらで、まあまあ、細かい、まあ、あの数字あるんですけど、まあまあ、容量について考えてみると、500と1テラ、テラの後ペタとか、まあ、いろいろ次の単位も出てるようですけどね、まあ、基本的にはまあテラが今のところね、最大限と考えて、1テラバイトと500。こちらで、ざっと値段の方がですね、はい、そうですね、名古屋、大須市、大須界隈、5店舗、500の場合、ですね、5460円、4180円、4760円、5000飛び60円、こんな感じですね。1テラの場合、6120円、6480円、6990円、6880円、こんな感じですね。で、まあ、2テラになりますとね、急に倍になるのかというとですね、2テラの場合でもこれから、2000円弱の乗る感じで2テラがありますね。だからさほどそんなに、500、1テラ、2テラで値段がどんどん上がっていくのかってとんでもない話で、ここら辺の数字も1000円ちょっとですよね。だからここから2テラが来てとしても、1テラに2000円弱乗っかる感じで、まあ、商品が手に入ると。そういうふうに考えていただければいいと思います。あと、まあ、ハードディスクに関してですけどね、まあ、ざっとこうちょっと見てみると、僕もいろいろ見てるとね、今言ったように5年、10年全然使えてますよっていうのと、もう半年ぐらいで結構ダメになるパターンもあって、やっぱし、ちょっとやっぱ消耗度がね、なんでこんなにばらつくのだろうというふうに考えるんですけど、まあ、あと、カーネギーメロン大学って、これは、誰かがいましたよね、カーネギーメロン大学。脳外科なんかで有名な、トマベスさんの伺いに。見えたのかな。こちらのデータっていうのがありますけどね、一時、まあ、人間の寿命がまあ120まで生きれるように、120から150なんていう場合もあるんですけど、まあ、で実際でも平均寿命は70だったり80だったり、結局ハードディスクもそんな感じで、実際には、ね、ある程度10年とかいう単位であっても、まあ、そんなに長くは使えないのが現状かなっていうところなんですよね。で、まあ、中にデータを、まあ、書いていくわけですから、何回も書き換えていれば、まあ、こう、なんていうんですか、コピーしていくごとに薄くなってくるように、やっぱり、こう、データもきれいに書き込まれていかないのかなとか、まあ、あと、デフラグなんかもね、何度でも書ければいいっていうものでもないっていうデータも少し出てるようですしね。まあ、だから、なかなか、具体的に言うと難しいんですけど、まあ、感覚的にはやっぱしこうグラフなんかでそのデータを出しているところがあるんですけど、4年、3年ぐらいまでよくて、4年から5年、6年という時点でかなりこう故障率が上がってきているというふうにグラフを出しているところもあるんですけどね。で、まあ、正直なところこれは本当に使い方次第、やっぱ消耗品なのかなっていうところを考えてみるとね、ありますね。まあちょっと2社ぐらいのデータ見ると、やっぱ4年目ぐらいからこの故障率がかなり上がってるなっていう感じくれますね。まあ一概に
なんともこう使い方だとは思いますけどね。ただまあ僕らがちょっと修理する段階ではもう新品を使うことにある時期決めた時期があります。というのはやっぱりこういう中古も確かに全然問題なく使えるんでしょうけどね。ただまあ使えるんでしょうけど、何かあった時にはまあちょっと失礼ですからね。まあ修理っていうことで、まあ今高ければねあれなんですけど、今言ったような値段なんですよ。だからまあ基本的には修理の段階では新しいのを使っていただくっていうのはどうかなというふうに一つ提案を兼ねて、今回ちょっとハードディスクのご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。